長王子は、東京都品川区にある北家囚人門流の寺院。1479年、三河国の豪族宇戸野市の会期である。もともとは、宇戸野市の拠点だった西郡に位置していたが、戦災で廃寺になってしまった。1590年、徳川家康の江戸入府の際に、宇戸野市出身で家康の側室の西軍局によって、日部屋の地に再興された。その後、 江戸市中を転々とし、最終的に芝に落ち着いた。幕末期にオランダ交換に指定されたことで、宗教活動が停止状態に陥り、明治以降も廃物希釈や士族の没落もあり、すっかり自運推備してしまった。そこで寺勢挽回を図るべく、所属宗派の北家宗が経営していた北家宗農場の寺院として、 北海道手塩郡幌ノ部村に移転した。現在も長王子として、道北としては、異例の由緒ある歴史を持つ寺院となっている。一方、東京府笛原群平塚村の現在地にも、1907年に長王子の名称を持つ寺が建てられた。これが、当該記事で取り上げる、長王子である。結果として、長王子の名称を持つ、 北紀州神門流寺院が東京と北海道の2つ存在することになった。その後、関東大震災、隣接工場からの炎症、空襲など、たびたび被害に遭っている。墓地には江戸で寺院を再興した西郷売局の分骨を葬った墓がある。ありがとうございます。